渋一でございます。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。カラスもね、おはようさんおはようさん言ってくれてるのかな。今日はね、ちょっとどこへ来たというと、あの滋賀県のね、お、出てきた出てきたね、綺麗ですね、お城の噴水。なかなかいいんじゃない。それではね、少し見ていきましょうか。まだお願いね。お城もね、現れるよ。綺麗ね、お城綺麗に洗ってね。あ、綺麗になりましたね。朝日とともにお城も丘を洗ったみたい。素敵やね。それではちょっとね、近くへ行きましょう。こういうところあっていいね、滋賀県はね。散歩する方、広々としてね。この左が琵琶湖なんです。それでね、ちょっとここから見えないですが、向こうにね、雪がかかった小山、ちょっと見えますかね。ちょっと遠いですんでね、ここに来るとね、気持ちいいですよ。向こうの方、雪山ずらーっと並んでね、非常にいいですね。それとこのお城、なんとも言えません。城好きの方にはね、もううずうずしてくるんじゃない。はい、長浜城。秀吉が築城やね。博物館にしてあるということです。まあ、詳しいのはね、また他で調べていただいて。私は、まあ、簡単と言おうかね、いいとこだけね、またお見せしたいね。どうですかこれ、皆さんもね、撮影しておりますよ。大体ね、もう上に人登ってるね。いけるのかな。ちょっと行ってみましょうか。ここはね、ちょっと横見てもらえるかな。ちょっと横ね、はい、ここにね、もう道路がありますよ。
で、だいたいお城いたらね、ちょっとまあ塀に囲まれたり、高い小山にあったりしますが、ここはね、ここはこの平地にあるというのはね、まあ何か、どうでしょうかね、もともとここにあったのか、新しく再建したのかというのはまたまた分かりません。何やし、ブイチ分からんことばっかりやな、あんた。ちょっと勉強したらどう？ごめんね。私ね、なかなか勉強できないんです。まあ、ここにね、ここにこんなあるよというだけでいいんじゃない？これを分かっていただいてね、また皆さんがここへ来て見学していただくということでね、大人410円9時から5時までということでね、なっておりますので、そこだけはちゃんとねお知らせしておきます。どうですか？いいですね。ちょっと入れるんですかね。一回ちょっと聞いてみましょうか。撮影は禁止ですね。撮影は禁止。撮影ね、禁止いうことで、まあいいんじゃない。お城もね、たくさん登りましたので、今日は下からね、ちょっと見学しておきましょう。ここに来たい方はね、登っていただいて、長浜の町々、琵琶湖もね見ていただいたらいいと思います。ちょっとね、周囲をね映させていただいて、でもいつもこうしてお城を眺めたり、石垣ね眺めたりしてるんですが、本当に人間ってすごいなと、やれば何でもできるなというような思いですね。昔の人がですよ、こういうものをね作るというのはなかなか大変だと思います。すごいでしょ。少しねお城から降りてまいりました。向こうにね琵琶湖が見えますので、お城の上に登れなかったもんでね、ちょっとその分琵琶湖も撮っておきたいと思いまして、ここにね、太閤井戸っていうのがありますよ。ね、ちょっといいんじゃない？
いいね。このこういう灯籠を見るとね、金沢の兼六園思い出しませんか。すぐねあそこのね、なんか片足の灯籠思い浮かべてしまいます。あ、ここにね太閤井戸というのがね、あ、みんな鳥さんたちが守ってくれてるんかな。こんなとこに井戸があったってね。まあ水がもうちょっと少なかったんでしょうね、もっと向こうで。おはようさん。ウーもいてますね。この景色見てごらんなさい。何かいいね。ちょっとねこちらの方へ来るとね、いいねがもう一つ増えるんじゃない。はい、ちょっと見えますかね、向こうの方ね、雪がかぶってるんです。向こうはね、あのサンケバレー、皆さんね、好きなんか行った方はね、行った方あると思いますが、そこ映っておりますが、ちょっとビデオではね映ってるかな。あまりにいい天気ですんでね、もう春霞というのになっておりますね。それではね、今日はこの辺かな。またね、次の動画もありますんで、この太閤井戸をね、井戸を見ながらね、お別れしましょうか。それよりね、皆さんもこういう来てよ。こんなね、いい天気にね、こんなところに来て、スカーッと私はしていますよ。皆さんもね、この琵琶湖、琵琶湖といってもこれ大体一番北やからね、ちょっと南の方のあの大津の方とね、ちょっと雰囲気が違います。海みたいな感じでしょ。それでは長々とお話ししましたが、またね次回お会いしましょう。それでは登録よろしくお願いしますね。ポチッポチッですよ。それでは皆さん、さようなら。またね、ありがとうございました。